ライオアトゥルー、あなたを信じる巷に転がる都市伝説紹介チャンネルの僕キレイです。アンバサダーの東映です。未来を予言した漫画がある。速攻始まりましたね。はい、もう最初のうだうだ投稿はいらないんじゃないかと。まあそういうコメントも多いですね。はい、もし未来が見えたらどうすんの。未来が見えたらですか。はい、宝くじ買う。あー、まあみんな多分100人聞いたら90人ぐらいそう言いそうやな。そうっすね。ねえ、まああとはもう競馬とか、うん、そう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 、ねえ、あの好きな子をとか、そう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 、まあまあまあそういうね、未来が見えるキャラもね、例えばワンピースにも出てくるし、そうっすね、まあたびたびありますよね。そのドラえもんでも未来に行くと、うん、バックトゥーザフューチャーで未来に行くとか、うん、でなんか歴史が変わっちゃうみたいなことはよくあるんですけども、はい、まあ、世の中にいるもの作りや物書き、いわゆるクリエイターと呼ばれる人たちは未来が見えているのかもしれないというのが今回の都市伝説です。おー、まあ、手塚治虫さんを筆頭にそういうことはよく言われますよね。そうだよね。過去ね、僕たちでも、うん、あの 9.11 の予言したとか、そう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 、その地震を予知するとか、はいはいはい、いろんなことをやってすごい本当かもって思えるねえ、ねえ、エビデンスが多くて、ね、そうそうそう、今回もそういうシリーズなんですね。はいはいはい。ただそれってまだちょっと都市伝説の息を出てないものも多かったり、あやふやなものもあるんですけど、ほうほう、今回の持ってきた説は、はい、未来をしっかりと当ててる漫画が存在するんですよ。え、その未来を当てる漫画と、はい、その漫画っていうのは1982年から90年にかけてヤングマガジンで連載された。古い。1988年にはアニメ映画にもなったアキラという漫画なんです。あー、なんか伝説的作品って言われてますよね。アキラに感化されて、はい、そっからインスパイアを受けた多分作家さんはめちゃくちゃ多いですよね。そうっすよね。例えば、はい、超能力でバンって手を当てたら壁がボンって丸くこう何穴が開く。おお、ああいうのもこのアキラから出てる。へー、表現。はい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 。2017年から渋谷のパルコ建て替えの工事現場の囲いにこのアキラの世界観がアートウォールとして登場して話題になったと。ああ、確かに、あったあった。そう、そこでみんな写真撮ってましたよ、うん、僕ね、さっきこういうのとか。そう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 、ね、では一体何を当ててしまったのか。このアキラという漫画は日本の近未来を描いた SF 作品なんですね。うん、どんな未来を言い当てたのかというと、はい、まずオリンピック。えっ、アキラの舞台は2019年のネオ東京っていうんだって、はい、ほうほうほう、なんか似てるかな、エヴァンゲリオン第三神東京。あ、僕も今同じこと思ってました。こちらネオ東京なんですね、はい、1998年に第三次世界大戦が起きた世界。あー、なるほどね、うん、作中では2020年にオリンピックが行われるっていう予定になってるんだって。ほう、あ、じゃあもう違う世界戦やったら、もう第三次世界大戦起きたけどオリンピックの都市は一緒やったみたいな。そうそう、都市場所は一緒やったみたいなね。だから本当に戦争で荒廃しちゃってるんですよ、街がね。あ、ああ、なんでネオ東京って名前やけど、もう街はもう終わってるみたいな。終わってないけど、皮肉としてそのオリンピックが開催される。はいはいはい、はい、うん、でも本当に第三次世界大戦起こってないけど、うん、日本の今の経済とかっていろんな何、そういった自殺率とか幸福度とかを考えると目には見えてないけど、ある意味この世界と同じじゃないのって思う部分は確かにある。いや、まあでもそうですよね。決して日本の状況はね、まあ良くなってないんでね。そうだ、このオリンピックを機にね、また日本がまた上向きにみんなが一つになってきたらまあいいとは思うんですよね。確かに、うん、ただ30年前に描かれた漫画がオリンピック開催の年数をピタリと当ててるのって、これだけでもすごいことだよね。おつ1000倍ぐらいありそうですね、これね。いや、マジでマジで、うん、ほんと3連単よ。いや、これすごいよほんまに、うん、しかもオリンピックの再開発工事に大反対して抵抗する一般市民が描かれていたり、今現在とかなりシンクロするシーンが描かれています。結構この東京オリンピックってね、日本をはじめ世界各国で反対されてますよね。そうそう、だから本当になんかそういうところまでも似ちゃってると。すごい。もう一つ噂があるんですね、はい、原子力。原子力、アキラの世界では軍が秘密裏に超能力開発を進めています。へー、覚醒した少年少女は、うん、実験体としてナンバリングされ、さまざまな実験が行われているんだよね。ほう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 。で、その中で実験体の一人、アキラは能力があまりにも強大なため、ほう、危険を感じた政府によって厳重に封印されます。漫画の中ではアキラの暴走する超能力は誰もコントロールできないと語られます。そうなんや、うん、もうこれはね、もうまさに福島原発のことを言ってるんじゃないかっていう噂もあるんですよね。ああ、なるほど、まあまりにも強大な力なんだけど、人類、人間の手でね、原子力、核をやっぱり保有してコントロールすることはもう無理なんじゃないかと。なるほど。絶対安全と言われてたって、こうやって
災害が起きたら人災となって放射能が漏れてしまったりするわけじゃないですか。まあまあ確かにね。そう、世界規模で見たら数年単位絶対そういうことはどっかしらで起こってるわけですよ。チェルノブイリとかね。ねえ、つまり日本は原子力の力で崩壊するということをアキラという漫画は予言しているのではないかというのが本来の都市伝説です。へえ、あ、じゃあ超能力が原子力に例えられてるってことですよね。そうそうそう。ああ、なるほどなるほど。まあ、原子力もね、原子爆弾ですもんね。そうです。なるほど。はい、アキラの舞台の中心となるネオ東京は、はい、貧富の差がとにかく激しい。へえ。失業者が増大し、うん、荒廃が進んだ社会に今避けたようになってるんだよね。うんうん、一握りの金持ちと、はい、日々の生活が精一杯という暮らしぶりの貧しい人々、うん、不安定な世の中では当然のようにドラッグが横行し、うん、少年少女は不良化。お、漫画の中に前総理の行った、はい、税制改革の歴史的失敗であるというセリフがある。うん、まさにね、今月から消費税もアップしてます。うわ、安倍ちゃん歴史的失敗しちゃうの。安倍ちゃんって何ですか。安倍慎之助になってる。ちょっとお疲れ様でした。お疲れ様でした。もうね、たくさんの感動ありがとうございました。いや、僕は打たれた記憶しかないから腹立ってるけどな。いや、同じ場合が限定正社員を増やす政策案もあります。ほう、小泉ちゃん、まさにネオ東京と同じように、はい、貧富の差が激しくなり、うんうん、荒廃した世界に進んでいくのではないかというふうに噂されてます。おー、うん、あとさ、ちょっと話それちゃうんだけど、はいはいはい、僕もともとデザイナー出身として、アキラはあんまり読んだことないんだけど、うん、出てくるメカがクソかっこいいのよ。マシンとか、はい、それが、まあ、一番言う、まあ、ベタやベタやけど、カネダのバイク。あー、ポスターで見たことあります。赤いやつね。はいはいはい。ホイールの部分もかっこいいやん、なんかめっちゃかっこいいっすよね、あれ。そうそう、別にこれ普通バイクなんだけど、うん、これだけでも近未来感を出させる。おお。っていうのがやっぱ大友先生の凄さやと思うよ。はい、だってこれ今街中で走ってても、フル何そのデザインってならへんやん。なるほど。めっちゃかっこいいって目立つやんか。確かに。そう、だからこれ今再現されたりもしてるんだけども、うん、こういうことが現実世界に走っていけるような未来をちょっと早く見てみたいななんて思うよね。おお。そういう意味でも、過去に予言したそのオリンピックみたいなことが現実に起こるのは分かりやすいんだけど、こういうメカまでもその作品に寄ってきちゃうっていうこともあり得るかもしれませんね。僕ね、アキラのね、思い出と言ったらね、僕なんかめちゃくちゃサブカル好きなんで、そのサブカルをちょっとガチで研究してたことがあるときに、はい、番組やってたんです。その漫画の歴史を振り返るみたいな番組、うん、でそこで80年代はマジでアキラの年やったみたいなのを聞いて、アキラってそんなにすごい作品なんやなって思って、あの見よう思ったんですよ。でその先にその90年代版見たんですね、うん、そしたらエヴァがこの年はマジでヤバかったみたいなの見て、僕エヴァを見てしまったんでアキラ見なかったんですよね。もしかしたら、はい、アキラの作者、はい、大友克洋さんは、はいはい、クリエイターとして何かを感じ取り、ほう、それを漫画という形で実際に起こる未来の出来事を残しているのではないでしょうか。フリーメイソンやな。どういうことですか。知ってたから先に継承を漫画でしようと思ったんですよ。大丈夫、消されませんか。いや、ちょっとこれ当ててしまったから全部ピー入れてほしい。え、流れてませんか。困ったらすぐフリーメイソンってやめてくれるんですか。いや、年齢チャンネルらしく言っとかなかった。なるほどなるほど。そうそうそう、はい、まあこれちょっと時間も余ったんで、はい、アキラという作品についてちょっと解説しますね。お、SF ファンから絶大な人気を誇る漫画アキラ。いや、すごいよ。そう、世界中にファンがいるんだって。うん、何回もハリウッドで映画化の話は出ては消えていくと。へー、これも一個の都市伝説みたいなもんですよね。うん、2019年5月に21年に公開予定とされていたが、はい、7月には延期が決まりました。ぜひハリウッドで映画化する際にはファンを悲しませないクオリティの作品を作ってほしいものですね。まあ失敗したらね、僕がまた実写化失敗作品まとめて紹介しますわ。そう、少し前にサイコパスの都市伝説を紹介したんですけども、はい、現実世界がだんだん漫画の世界に追いついてきているというのはもう肌で実感していることですよね、皆さんね。確かに、はい、まあ、どうせなら暗い未来じゃなくて明るい未来をみんなで作っていきましょうというふうな締めくくりにさせていただきます。そうね、ドラえもんできるとかね、うん、だってドラえもん誕生日のあと84年ぐらいでしょ。2112年の9月3日やからね。はい、うん、だから結構ね、力ってきましたよね。ね、気合い出したら生きれそうっすもんね。でもなんか僕たちの中で年齢的ショックを感じたのは、はい、バックトゥザフューチャーのできた年代に追いついちゃった。確かに。あの時なんか2人でなんか7月あーって言ったもんなんかね。てかバックトゥザフューチャーもあれやからね、いろいろ当ててるからね。当ててそう。
そうで一番多分当ててんのって多分こっち亀だったり あとドラえもんもかなり当ててんだよ。そうですね。もし今回は高評価が、まあ、500とか超えたらまたいろんなね本当に予言したものが現実となってしまったものまとめもやっていきますんで高評価チャンネル登録よろしくお願いします。手塚治虫が高速道路先に買い取ったとかそういう話をどんどんしたいですね。はい、というわけで本日の鳥肌スコアは2020。パプリカ花が咲いたら。本日の鳥肌ポイントはオリンピック楽しみ。それでは See you。 めっちゃ終わるようにしますやん。